日本人でしょ。そうですね、どこから。埼玉。あ、埼玉、はい、東京。後で上まで行かれるんですか。いや辛いのか。迷惑かけます。あんま早すぎていくと待つだけで寒いのか。寒いところでそりゃ待つよ。あ、そうなんですね。剣も
すごい人だな。こっからでいっか。昨日さ、うん、雨降った？夜？昼間、うん、降ってないと思う。見てもらえば分かるけど、土砂降りだ。あ、そうなの？で、日光のトイレは全部さ、トイレが綺麗に閉まるんだよ。あ、閉まっちゃうの？閉め切りなんだよ。パッと入れないから、どこがトイレか夜だと分かんない。あ、そうなんだ、うん、ぴったり閉まっちゃうんだ。猿よけ。あ、そういうことか。ちょっと夜まで時間あるから、軽く仮眠でもできればいいかなってことだけど、いつも寝てない時間って寝れないよ。うん、そうだね。普段0時からだから、その頃眠いわけじゃん。うん、そうだね。でも活動してる時ってテンションも高いし、眠気、まあそこまでないよ。下山してくると帰りたいわけじゃん。シャワー浴びるじゃん。眠気がなくなってるんだよね。だから昨日も今もずっと結局一睡もしない。2日分寝ないと割に合わないけど。じゃあ何？今日は下山したと何も食べてないの？今日はね、下山して何も食べて、夜中残る前にパン買っといたから。パンでもそれは今日じゃないよね、夜中っつっても。でも山さえさ乗り越える、基本日常生活食べなくては別にあれだけど、山でシャリバテすると本当に動けないからさ、それは危険なんだけど、あんま後さ振り返んな方がいいのかな。タモリなら素性をさ、知ってる人なら、タモリみたいな人ならさ、どう見ててもいいけどさ、タモリサングラスはさでしょ、タモリが認知されてるから、ね、そうそう、振り返るのやめないよっていう感じ。しかもいや、変な話、山とかならいいけどさ、バチがない、うん、なんとなくね。食べてるじゃん、お酒待ち。うん、あー、ボンジョビだ。あっちがニルバーナだ、レコールクルバーナ。疲れた？疲れるだろうね、寝てないのにね。結構大変、思ってたより自分のペースで上がれないから、初め、うん、止まったりっていうのがあるから、うん、リズムに乗れない、いつもより疲れる。あ、ゆっくり登るわけなんだよ、いつもより、うんうん、でもそれだと楽になるってわけじゃないんだよ。剣がさ、剣知らない？剣高千穂峰見たこと。ああ、そういう剣ね。うん、剣ってやつ、剣が刺さる、チケットのことがありました。へえ、あ、なんか見たことある。あるでしょ、うん、わかるでしょ。おぉ、あんたもお腹空いてんのかな。違うんだよ、疲れてお腹が空いてるんだよ。寝ないとお腹空かないんだよ、人間きっと。減ってんなきゃ歩けないんですよ。まあ、あんだけ人がいると減ってんなきゃ歩けちゃうんだけど、年齢層はね、ペンキリ、ちっちゃい子見たもん。あ、そう、夜中に、うん、あんまご来光って見たことないんだよ。もうご来光にこだわりがないから、天気がさ、あれだったりガスったりしたら見れないわけじゃん。そういうの見れるんですよ。ちょっと食べなさいよ。じゃあこれ食べなさい。いいよ、これ食べる。楽しかった。楽しい楽しい。深夜とかなんてめったにすることないし。そうだね、いい経験できたんだよ。ちょっと俺も舐めててさ、標高2400だから富士山みたいに高くないじゃん、標高、うん、1400で富士宮口ぐらいでさ、うん、真夏じゃん、うん、でまあ寒いっつってもまあフリース一枚でなんとかなるでしょうみたいな思ってたんだけど、金マットみたいなやつ、うんうん、巻きつけてた、うん、それほど寒い。足が痛い。え、なんで？岩を蹴った。